こんにちは東京大学のオープンキャンパスへようこそ。法学部で英米法の模擬授与を行います、朝香です。どうぞよろしくお願いします。今日は合衆国憲法、とりわけ大統領と最高裁判所との関係について、えー、講義をしたいと思います。2020年11月3日火曜日に、 アメリカで大統領選挙があったということはご存知かもしれません。ただ、アメリカにおいては、こういう選挙の時には、例えば大統領だけではなくて、いろんな選挙が同時に一斉に行われるということになっています。例えば、11月3日には大統領のほかに上院議員、下院議員の選挙、それから州のレベルのいろんな選挙、あるいは 場合によってては州民投票などが行われていますアメリカの選挙に関しては一人一票原則というのが憲法の平等原則に基づいて要求されるというのがこれが1964年の最高裁判所の判決にの判断です。一人一票原則というのは例えば100万人の人口の中で 2人議員を選ぶというようなとき、もし2つの選挙区に分けて1人ずつ議員を選ぶとなるならば、1つの選挙区の人口は50万人ずつでなければならない。そうなれば、そこでどちらの選挙区で投票した人のであっても1票の価値は同じになる。もちろん、その投票した人の投票先が 当選するかどうかは分かりませんけれども、少なくとも1票としてのカウントについてはどこに住んでいるのかということは関係ない。それとは無関係に1票としてちゃんとカウントされるというようなことになるわけです。しかしながら、アメリカの憲法には選挙に関して具体的な規定がいっぱいあります。 そのため、実はこの一人一票原則というものが貫徹していないという場面もいっぱいあるわけです。例えば、この下の表を見てください。アメリカは連邦制というのを取っています。連邦制というのは、例えば日本の場合、日本という一つの国があって、 それが47の都道府県に分県されているというそういう形をとっておりますがアメリカというのは1776年に最初に当時あった13の植民地が一斉に独立して13の州になったそして13の州が集まって一つの合衆国というものを作ったという経緯がありますですからアメリカ合衆国 というのは連邦制をとっていて、州が基本の単位になっているわけです。ですから、選挙に関しても、州という単位で、例えば議員の数などが分配されているわけです。ですから、人口の多いカリフォルニア州、3400万人の人口があります。それから人口の少ないワイオミング州、こちらは、 人人口が約50万人ですというふうに、州は面積の大きい州、小さい州、人口の多い州、少ない州、いっぱいありますけれども、ここに合衆国憲法は議員を配分しています。じゃあ、その配分の仕方はどうなっているのでしょうか。まず、上院議員については、これは現在、 アメリカには50の州がありますけれども、どんな州であっても、人口が多い州であれ、少ない州であれ、2人ずつ上院議員を配分する、トータルで100人の上院議員がいますが、ですから、カリフォルニア州は人口にするとワイオミング州の68.5倍なのですけれども、同じ2人の上院議員しか出せません。下院議員議については もう少し比例配分に近いところになっています。つまり人口の多い州ほど多くの下院議員が配分されるということになっていますが、トータルが435人の下院議員を、どんなに人口の少ないワイオミング州であっても、1人は少なくとも配分するという形になっていて、とするとどんな、どうしてもカリフォルニア州のように人口の多いところでも、 人人とかかかの配分はなかなかできなないいという形になりますで結果的にはカリフォルニア州には53人つまりワイオミング州の53倍しか下院議員は配分されていないここでも1人1票原則というのはから外れてきてしまうということになりますつまりどの州に住んでいるのかによって1票の価値は変わってきてしまうわけです。 とは言うものの、アメリカの憲法がこれを要求しているということになっているわけです。ただ、もっと深刻な問題は、アメリカにはこの50の州に含まれていないエリア、しかしアメリカ合衆国のエリアであるというところがいくつかあります。例えば、首都であるワシントン DC、あるいは日本に近いグアムというところは、 ここら辺はすべて連邦の直轄量です。州には属しておりません。ただ、上院議員も下院議員も州に割り当てられるというのが合衆国憲法ですので、ワシントン DC とかグアムには上院議員も下院議員も配分されていない。つまり、ワシントン DC やグアムの住民は 議員の選挙権がないということうこれはもう一人一票原則どころかアメリカ独立当時のスローガンであった代表なければ課税なしというものにも矛盾しかねないそういう問題であるわけですしかしこれは憲法がそれを要求しているということになりますさてでは 大統領はどういうふういに選ばれるのでしょうか大統領はアメリカの場合憲法で間接選挙制ということになっています有権者は一般投票ということでまず各州ごとに大統領選挙人を選びますそして各州で選ばれた大統領選挙人が集まって大統領と副大統領を選ぶというのが形式的な要件です ただ、じゃあ、大統領選挙人は、自由に自分の好きな人を大統領、副大統領に投票していいのかというと、実はそうではありません。というのは、大統領選挙人というのは、あらかじめ、私は誰に投票しますということを公約して立候補します。あるいは逆に言えば、そもそも大統領選挙人というのは誰であっても構わない。ただ 特定の人に、えー、投票するという人であればよろしいので、実は一般有権者は、自分が投票しているはずの大統領選挙人が誰であるのかというのは調べればわかるかもしれませんけれども、全然知りません。ただ、有権者は大統領選挙人を、ある候補大統領を選ぶという選挙人を選んでいるという形になります。ででももそうすするとたまにですけれども その公約していたはずの候補者に投票しない選挙人というものが出てきます。で、それは許されるのかということなんですけれども、これについては、えー、アメリカの連邦制のもとにおいては、大統領選挙人の選び方というのも、これも州ごとに、州単位で行われるということですので、州がどう決めるのかがまず第一の問題です。で多くの州は 大統領選挙人は投票の自由はないあくまでもあらかじめ投票すると言っていた人に投票しなければならないという要求をしていますそして2020年7月の合衆国最高裁判決はそれでいいんだつまり選挙人はあくまでも有権者の意思に従って投票するということを公約しているんだから自分の自由に投票してはならない というふうに、州がそれを求めるんであったならば、それでよろしいというふうに判断いたしました。で、では、この大統領選挙人は各州にどう配分されているのしうか。それは、下の表の一番下のところを見ていただくわけですけれども、これは各州には選挙人は上院議員の数プラス下院議員の数ですから、 正確に言えば、下院議員の数プラス2の数だけ各州に割り当てられます。こういうやり方をすると、下院議員は先ほど、あの正確には比例代表ではないんだけれども、ある程度の比例はしていると言いましたけれども、こういうやり方をすると、選挙人の数については、さらに下院議員よりも比例の程度が低くなってしまうということになります。ですから、例えばカリフォルニア州、一番選挙人の数の多い カリフォルニア州ですと55人、一番少ないワイオミング州だ,だとでも3人ということになりますので、人口比にすると68.5倍のカリフォルニア州なのに、まあ、20倍弱の選挙人しかいないというようなことになってしまうわけです。ただ、選挙人に関しては、憲法は特別な規定を置いておりまして、それはワシントン DC です。 ワシントン DC に関しては大統領の選挙に関しては投票していい。そして選挙人に関しては一番少ない州と同じ、つまりワイオミング州と同じ3人の選挙人がワシントン DC には割り当てられ。ですから、トータルで全国で選挙人の数というのは535人になります。つまり上院議員、下院議員のを足した数プラス ワシントント DC 分の3人とということなわけですただ、この場合でもグアムだけは特別な憲法の規定はありませんので、そちらはやはりアメリカ合衆国の国民であるにもかかわらず、大統領選挙には参加できないということになっています。で、この選挙人なのですが、 その有権者の意思に従うと言いましたけれどもこちらの方も実は各州ごとにどういうふうに一般投票有権者の一般投票を選挙人の数に反映させるのかということを各州ごとに決めますただほとんどの州は選挙人総取りというやり方をとっておりまして一般有権者が投票した大統領候補者 で、最多数を取った人が、その州の選挙人を全員自分に投票してもらう、そういう権利を持つというやり方になっています。ですから、カリフォルニア州の場合は、わずかでも大統領に、一般投票で大統領候補とされた。 するならば55票、55人の選挙人を全部その人に投票してもらうということができる。ワイオミング州の場合は、その州で最多得票をした大統領候補者が3人の選挙人の投票をしてもらえるという形になります。こういう選挙人を取り合うという大統領選挙ですので、たまに 大統領選挙において一般投票では全国,の全国で最多数の得票をした人でも選挙人では少ないということで大統領になれないというようなことがたまにあります。これが一般投票と大統領あるいは選挙人の数とのずれということになります。さて、でここまでお話ししてきたときましたけれども、そもそもなぜ 東京大学法学部で英米法というものを教えてんだろうか日本法を教えるだけではなく英米法も教えているんだろうかという疑問を持つ方もいるかもしれませんただですね東京大学法学部は1877年に発足しましたその頃はまだ明治維新でこれから近代化していかなきゃならないそのためには西洋的な 近代法を日本でで採用ししなななければならいないという時期でしたもちろん日本にはそれまで徳川時代にも法がありましたでもそういうものからは断絶して新たな西洋法の社会を作っていくというのはこれが日本でのミッションだったわけです特に東京大学法学部はそういう新たな西洋法を日本に導入してそしてそれを運用していく 法律家を養成していくというミッションを持っておりましたそのため東京大学法学部はが発足した1877年にはまだ法学部で教えるような日本法がそもそも揃っていなかったということでむしろその日本法を作るための英法まあ今でいう英米法ですけどもを教えるそれが東京大学法学部であったわけです。 ですから、英米法という科目は、東京大学発足当時からある、まあ、伝統のある科目であるわけです。そして今に至っているということになります。で、東京大学法学部が発足して、後に1879年に大日本帝国憲法が作られ、そして1896年には民法典が作られ、 というようにだんだんと日本で西洋的な近代法が整ってくるというそういう順番であったわけですただもちろん東京大学法学部が創立,創立されるはるか昔にアメリカの憲法合衆国憲法というものは作られていましたこれが1787年に合衆国憲法は起草されていますただ 先ほど言いましたとおり合衆国憲法というのは連邦制のもとでの憲法であるわけでもともと13の州があったそれが集まって一つの連邦国家というものを作りましょうということであったんでそもそもその連邦国家というものはどういうものなのかということがこの合衆国憲法で最初に定める必要がありましたそれを統治機構という言い方をするんですけれども この統治機構に関する規定で合宿憲法が画期的であったのが、それが三権分立というシステムです。つまり、立法部としては議会が上院下院の任命であるとか、執行権は大統領が持つとか、そして司法権については裁判所を設けるというふうに、三権を分立させて、 その間の抑制と均衡、チェックバランスというものを持つという当時としては画期的な三権分立のシステムを作ったわけです。ただ、憲法はこれで完成したわけではありませんでした。もう一個、人権保障というものが憲法の重要な役割でした。ですからまず 統治機構に関する合衆国憲法が起草されたすぐ後に1791年に憲法修正10か条という形で権利焦点が作られましたこの権利焦点というのは権利のカタログですつまり具体的などういう権利を国民が持っているのかということを定めた規定ですでこの権利焦点の後も 憲法修正というのは幾度か行われておりますが、実はこの権利のカタログ、権利焦点自体には一切手が触れられておりません。つまり、権利のカタログは増えもしてないし、減りもしていない。憲法修正は一体何をしてきたのかというと、例えば選挙制などの統治機構についていろいろ改めるとか、あるいは南北戦争後の奴隷制を廃止して、 そして平等をするつまり、黒人も平等な権利を持つとか、あるいは選挙権を女性にも広げるといったような憲法修正は行われてきました。しかし、そもそも国民がどういう権利を持つのかということについては、実は1791年以降、変わってないんですね。そして、合衆国憲法は、 もちろんこの18世紀末に作られたものでありますのでその当時の人権に対する考え方を反映しているという性格を持っていますですから例えばそこの権利のカタログの中にどういうものがあるのかというと中心になっているのは例えば表現の自由とか被疑者被告人の権利といったような政府からの自由 といいうものが中心になっているわけですそういう意味で古典的な人権規定古典的な憲法というものであるわけそれに対して20世紀になりますとフランスやドイツで憲法を作る時にはあるいは日本国憲法を作るというような時には労働者の権利とか社会権といったように政府に何かをしてもらう権利といったようなものあるいは政府から保護してもらう権利 といっったよよううななもものも含ままれるようになってきますしかし1791年に作られた合衆国憲法の権利焦点に関してはそういうものが含まれていない今でもないんですねという、えー、特色を持っていますではアメリカというのはそういう新しい人権を全然保障してないんだろうかというとそんなことではありませんまずそもそも 人権を保障するためには、憲法修正というのは不要なんですね。というのは、憲法は、これだこの人権については絶対守んなければならない、簡単にこれを損なうことはできないということは規定していますが、新しい権利を保障したい、作りたいという意欲があれば、普通の法律で、議会が多数決で作ればよろしいことなわけですね。 とということになっておりますので人権保障というのはもちろん憲法で守られるということは重要ですけれども法律で守るということもできるだから例えば1964年に人権法というものが作られましたそして特にその第7編というものでは雇用差別禁止法が制定されていますここでは 例えば人種とか性別によって雇用差別する、例えば、えー、黒人であるから解雇するとか女性であるから解雇する、あるいは昇進について男性を優遇するなどといったことを禁じています。ただ、この雇用差別禁止法、さらにセクシャルハラスメント禁止という解釈がされるようになってきます。なぜ セクシャルハラスメントの禁止が雇用差別なんだろうかというと、例えば職場でですね、セクシャルハラスメントがある、そして雇用者がそれを放置しているということになると、女性が働きにくくなるということになる。そうすると、女性が働きにくくなって結局、辞職せざるを得ないということになると、 これは女性の雇用,に対し雇用について女性を差別していることにつながる。だから雇用者としては何らかの措置を取る義務があるんだけど、それをしていなかったならば、この雇用差別禁止法に反するということになるわけですね。ですから、この1964年、性別による雇用差別を禁止しているということで、まあ、女性あるいは男性に対するセクシュアルハースメント、 を職場で行うことが禁じられるというふうに解釈されるようになってきますまたこの同じ1964年の人権法第7編はその単純に性別による雇用差別を禁じているのですけれどもその解釈として性的少数者に対する雇用差別も 同様に禁じられるというふうに解釈されるようになってきます。性的少数者、まあ、LGBTQ というふうにも言われますけれども、そういう人たちの雇用を保護するというふうにもまた解釈されるようになってきます。ですから、人権保障という意味での法律の重要性はまあ否定できないわけです。他方、もちろん政治というのはいろいろな思惑で動きますので、必ずしも立法、 が人権保障を満足するようにしてくれるとは限らないそういう時にアメリカで重要なのがこれが最高裁判所です最高裁判所は憲法を解釈して人権保障を拡大してきましたでアメリカの最高裁判所には意見立法審査制があります日本では これは日本国憲法81条というところで最高裁判所は憲法を解釈し適用する必要ならば、えー、まあそれとも矛盾する法律を違憲無効とすることができるという規定が置かれていますしかし合衆国憲法には実はそういう明文の規定はありませんただ1803年の合衆国最高裁判所判決によって 自ら最高裁には憲法判断をする権限がある。ただし、法律が作られたときに、その法律が直ちに違憲だというような判断をするんじゃなくて、具体的な民事事件とか刑事事件が裁判所にかかったというようなときに、その際に憲法を解釈、適用する必要が生じたならば、 必要な憲法解釈をして、もし法律がそれと矛盾しているということがあるならば、意見向こうとするというようなことができる。こういう意見立法審査制のことを、付随的意見立法審査制、つまり具体的な訴訟事件があったときにそれに付随して憲法判断を行うという意味で、付随的意見立法審査制なんですが、それは最高裁判 裁判判所が自ら判決によって生み出してきたたものでであったわけですしかしながらアメリカにおいてはこの意見立法審査制というものが、えーまあ、確立しておりまして例えば大統領がいろんなことをやろうとするとしてもそれが憲法に反するかどうかということについて判断をしてきました例えば1952年には トルーマン大統領が当時朝鮮戦争遂行のために鉄鋼というものが重要であったところが当時の民間の鉄鋼業において労働者労働葬儀が起きましてストライキが起きそうになったそこで大統領は鉄製鉄工場が止まってしまっては 軍艦とか。武器弾薬を作れなくなってしまうということを恐れまして、それだったら鉄鋼業を国有化するという大統領令を発しました。国有化すると、労働者はストライキを禁じられるというのが法律だったわけです。で、しかしながら、そもそも大統領は鉄鋼業を国有化する権限を持ってんのかということが争われまして、最高裁はそういう権限はない。だから。 大統領令は違憲であるという判断をしましまたあるいは2000年判決においてはそもそも大統領選挙で大混乱が起きました先ほど言いました通り選挙人を取り合うのが大統領選挙であるわけですけれどもほとんどの州で結果は分かったところでなお どちらがが大統領になるのかが僅差で、したで最後残って、開票が残ってたのがフロリダ州だったんですけれども、特にこのフロリダ州においては、どちらが勝ったのかというのが極めて僅差であったわけで、そこで、どっちが勝ったか、フロリダ州をどっちが取るかによって、大統領が変わってしまうということになったわけですね。そこででフロイダ州では 再開票しようということを始めたんですけれども、ところが、この再開票のやり方が極めて恣意的であった、思いつき、行き当たりばったりのやり方でどうもやろうとしていた、そこで最高裁は、このやり方では再開票は違憲である、憲法違反になるというようなことで、その再開票を止めて、結果的に大統領のが、どっちが大統領になるのかということを、最高裁が決めてしまったということがあります。 それからまた2018年になりますと、トランプ大統領が特にイスラム諸国からの入国を禁ずる大統領令を発しました。大統領は基本的には外国人の入国について規制する権限というものを一般的には持っています。ただ、トランプ大統領はもともとイスラム教に対する差別的な発言をしてきました。だからこの 入国禁止令というものが宗教差別ではないのかということが問題になりました。ただ最終的には最高裁は、確かにトランプ大統領はいろんなことを政治家であるからいろんなことを言っているんだけれども、入国禁止令に関しては宗教差別に当たらないというようなことで合憲としました。このように最高裁判所は、 大統領に関わること、その他憲法に関わる重要なことについて判決を下すし、そしてそれはもちろん政治的にも経済的にも社会的にも大きな影響を与えます。ただ、重要なことはアメリカにおいては最高裁が判断を下した。 ということについては、それについてその判断が正しいか正しくないかということについてはいろいろ批判も出るんですけれども、そしてまた歴史的に言って最高裁が常に正しいことをしてきたか、あるいは人権保障をしてきたかというと、そうでない時代もあったんですけれども、しかし重要なことは例えば2000年判決で大統領はこの人になるということを事実上最高裁が決めてしまったということがあると、もちろん 批判もいいっぱいありました特に対立候補者に投票した人たちは最高裁はけしからんと思ったりもしていたわけですけれどもただ例えばこういう大統領選挙で混乱が起きると国によっては暴動が起きたりデモンストレーションが起きたりあるいは革命が起きたりというようなことすらありうるわけですけれどもアメリカの場合は最終的に最高裁が判決を下して まあ結果的にではありますけれども大統領が決まったという場合一般の人たちは不満はあるかもしれないけれどもあるいはその判決は間違ってると思うかもしれないけれども最高裁が決めてしまった以上はそれは渋々であっても従わなければならないというふうに考えられているので暴動も革命も起きなかったというふうに言われています。 さて、そういう重要な役割を果たす最高裁判所というものは、じゃあどういう組織であるのでしょうか。アメリカの最高裁は9人の裁判官で構成されます。この9人というのは、これは憲法で決まっていることではなくて、法律で変えられます。ただ、憲法は、 この裁判官、就任した裁判官については、終身制であるということになっています。終身制というのは、本人が死ぬか、あるいは自ら引退するか、するまで務めることができるということです。ですから、アメリカの最高裁の歴史上、一番長く、 勤めた人は三十六年間勤めました。一番年最年長になったのは九十歳の人です。そこまで勤めることができるですか。ら最近でも合衆国最高裁判所の裁判官は二十年、三十年ぐらい勤めるのはザラです。 日本の最高裁判所の場合は15人の裁判官がおりますけれども大体60歳代で就任します。そして70歳で定年になります。ですから日本の15人の最高裁の裁判官は10年未満しか勤めません。それに比べるとアメリカの裁判官というのは特に最高裁の裁判官。 とといいううのは長く勤めるということとがお分かりになると思いますこの最高裁の裁判官はではどうやって選ばれるのかというと大統領が指名しそして合衆国議会の上院が多数決で承認しますしかし終身制ですのでその指名をしてくれた大統領は 1>, 1期4年または2期8年までしか務めることができません。これは憲法で大統領は2期までしか務められないということになっておりますので8年がせいぜいになります。しかし最高裁の裁判官は終身制ですので自分を任命してくれた大統領が辞めたとしてもその後長く最高裁に居続けて 憲法解釈の形ですからもちろん大統領あるいは上院という政治家が最高裁の裁判官を選ぶというようなことになりますので政治的思惑による任命ということはされますそしてそれは特に政権交代の多いアメリカにおいてはそれはまあしょうがない というののが普通の考え方ですですから保守的な大統領の場合は保守的な裁判官を選ぶであろうリベラルな大統領であるならばリベラルを選ぶであろうそして実際その通りですそして最高裁の裁判官になる人たちというのはそれまで法律家としていろんな経歴を歩んできた という方ですのでその人がどういう人なのかあるいはどういう考え方をしている人なのかということは分かっていますですからこの人がこの裁判官が保守的かリベラルかということはあらかじめ分かっていますという意味でだいたい最高裁の裁判官に就任したときにどういう判決をあるいはどういう意見を持つのかっていうことは 外れない予測はある程度できますただそうは言いましても政治的思惑で任命されるとしてもやはり最高裁の裁判官それなりの権威のある人であるのでまずは法律家として有能な人でないと指名できないというまあこれは大統領の資質にも関わってきますんで無能な人を指名しては,しししては大統領自身の 評価に関わるということで少なくとも法律家として有能な人を指名するということはありますそしてまたアメリカの法律家というのは日本以上に日本の法律家以上に個性が強いということがあります先ほどいろんな経歴を歩んできたと言いますけれどもそれぞれの経歴の中で、えー、いろいろ法の考え方というのは人によって差が出てきますだから 同じ保守といってもいろんな保守の考え方を持ってるしリベラルの裁判官の中でもいろんなリベラルな考え方をしているということがありますそういうふうに国の裁判官は、まあ、単純に保守とリベラルと分けるということでは分からない個性というものがありますそしてまた重要なことは政治家としての保守リベラルという区分 と法律家としての最高裁判所の裁判官といえどもそれぞれ政治信条などを守っているあるいは特に法に関する考え方を持っているということなんですけれどもただ他方ですね法律家優れた法律家である以上 一貫した法律論理構成というものは重視するという考え方になりますつまり最高裁の裁判官としてあなたの考え方は一貫してないって批判されることは非常に屈辱的なことであるわけですね。だからもちろん自分の考え方に従った結論を出したいということは一方にあるでもそ,れをその結論を出すためには 一貫した論法的な論理構成に従って出したいという考え方も他方において強くあるわけです。だから、例えば。先ほど1964年の人権法第7条第7編ですね。第7編で。性的少数者 lgbtq をの雇用差別を禁ずる。る という解釈を最高裁がしたというふうに言いましたけれども、その時ですね、保守的な裁判官はどう考えたかというと、一般的に言うと、政治的な保守派というのは、そういう性的少数者に対して比較的冷淡です。しかしながら、最高裁の保守的な裁判官はこう考えました。そもそもも性的を理由ととした解雇というのは この人権法第7編に書かれている性別による雇用差別に該当するんだろうか。で、実際起こったことはどういうことかというと、男性が好きである男性社員をクビにしたというような事例でした。で、この保守的な裁判官はどう考えたかというと、じゃあもしこの解雇された人が女性だったらどうなっていたであろうか。 女性だったならば男性が好きな女性社員はクビにならなかったよね。だからこのクビになった社員は男性であるからクビになったんだ。それは性別による雇用差別に該当する。こういうふうに条文を文言通り解釈するやり方というのは法律論理構成としては保守的なやり方です。 つまり性的あの、性別による雇用差別には性的指向を理由とした雇用差別も含まれるということではなくて、性的指向を理由とした雇用差別がたまたま法律の条文に言う性別による雇用差別の定義に当たるんだということを言っているわけですね。だから、こういう保守的な論理構成によって、結果的に言うと、政治的にはリベラルな判決を下す。 ととととといいうううこここもも保守派の裁判官と言われるる人であっても起こりうるということですそういう意味で言うとその最高裁の裁判官を保守・リベラルというラベルで、えー、予測するということはある程度はできるんですけれども細かいところを見ていくといろいろ微妙な違いが出てくるというようなことは ありますでとりわけこの最高裁の裁判官というのは終身制ですので、まあ、任命してくれた大統領に必ずしも恩義を持たないということもあります。ましてや任命した大統領がどういう政治的思惑で自分を任命したのかなどということによりも自分の評価 にの方が大事ですだからしばしば任命した大統領の政治的思惑とは違うような判決を下すそういう裁判官というのはいるわけですね。それはもともとということかもしれません。つまり大統領はある期待をしてこの裁判官を選んだんだけどそれがやはり法律家としてのその人。 ということからすると、実は大統領が期待していたものとはずれているということがまずあるかもしれない。それから、長いこと最高裁判所にいますと、他の裁判官とのいろんな意見交換によって、だんだんと考え方が変わってくるということもあります。これもやはり20年、30年務めていくと変わっていくということもあります。それからもっとと重要なことは 20年30年年最高裁判所ににいいるるるる間に社会ももも変変わわわし憲法問題も変わってくるととううようなこともあるわけですねつまり何が重要な憲法問題になるのかというのは20年前に重要な争点であっただから大統領がこの人を指名したというようなこともあるかもしれないけれどもその後しかし重要な憲法問題というもの自体が別のものが出てきてしまった。 とというようよなこともあるわけそういうようなときに、じゃあその裁判官はどういう意見を持つのかということは、これは実は予測は難しいというようなこともあるわけですね。というようなことで、まあ、最高裁判所の裁判官というのは、権威もあって重要な役割をアメリカ社会において果たしている。えー、しかし、そのも単純に、でも保守・リベラルということだけで予測をするということは、 意外と難しいというようなお話であったわけです。ということで、今日の、えー、模擬授業はここまでとさせていただきます。どうもありがとうございました。